こんにちは、ハイジーです。喋ったことない後輩と飯に行って変な空気になって味とか分かんなくなろうのコーナーでございます。今日はですね、後輩のクレイジーボーヤの紹介で秋葉原に来まして、秋葉原のこちら麺屋竹市さんにお邪魔しております。月に何度もメイド喫茶に通うことでおなじみの後輩のクレイジーボーヤにおすすめのラーメン屋さん教えてって言ったら、秋葉原に呼び出されたよ。これさすがに美味しそうですよ。期待できます。クレイジーボーヤが見当たんないんですけど、多分ね今あそこで着替えてます。というわけでこの後店内に入りたいと思います。今年何年目なんですか、クレイジーボーヤって。クレイジーボーヤ2年目。2年目で完成してますよね。でもキャラクターはさすがです。ただこういうピン芸人増えてほしくないですね、やっぱ。店内の感じはやっぱ綺麗ですよね。ただもう秋葉原っていうのが僕ちょっと信じられないですけど、はい、遠いでしょ、みんな。まあそうですね。いや、ね、指定されたから 来ましたけど、はい、普通僕新宿渋谷あたりかと思ったら秋葉原だからびっくりしたんですけど。そうですね、僕も家が横浜なんでめちゃめちゃ遠いんです、はい、遠いじゃねえか、はい、来ました。これが、はい、濃厚鶏白湯ラーメンです。こっち鶏ね、で俺の方が醤油。ラーメンが来たということで早速いただくぜ。いただきます。お願いします。白一丁、まかない一丁いただきます。はい、白一丁入ります。濃厚な鶏がそのまんま口に入ってきたような。やだよそんな。これまで食べたラーメンの中でどんくらい、何番目くらいにうまいの。いやー、その玉ねぎもねふんだんに入ってて、さっぱりしてる感じもありながら多分スープ濃厚ですよね。濃厚でありながら上品でかなり美味しいです。ここ最近食べた中でもダントツのヒットですね。クレイジーボーヤの紹介じゃなかったらもっと美味しく感じたかもしれません。これ家系なんじゃない。いや、でもその家系だったら、うん、豚骨醤油、うん、これはもう鶏なんだよ。鶏なんす、ちょっと新しい。確かにね、家系の雰囲気残しつつ出汁は鶏なんだ。ラーメンのその新時代、なるほどね、到来のような。一個聞きたいのは、はい、メイド喫茶がなかった場合、秋葉原に来て食う。ありがとうございました。他にも店舗ありますしね。あれ、すみません、館内ってだってさ地元なんで。そこ行けや。僕が美味しいから誘ってくれたんだよね。いや、そうです、そのメイド喫茶に行きたいからここ指定して、ついでにケーキで行こうっていう考えじゃないよね。そんなわけないじゃないですか。先輩を呼び出しておいてメイド喫茶メインみたいなやめてよ。いや、絶対行かないです今日。完食しました。美味しかったね。いや、そうでしょう。相当美味しかった。相当美味しいっすよ。これならもっと食えたよ本当に。わざわざ来てだね。はい、ありがとうね、いいの教えてもらって。いや、というわけで先ほどラーメン屋さんを出まして解散したんですけど、クレイジーボーヤが駅一緒に行って一緒の電車で帰ればいいのに、一人で帰ったから、あいつ多分行きますよね、メイド喫茶。ちょっと尾行してみたいと思います。あいつマジ怪しい。もうちょっとね、どこだ、マジで、あれ、見失った。いたいや、絶対行かないです今日。